北、うん、ペルギク、うん、浅草、うん、でジャランジャラン、いやね、いや、あよー、よし、じゃあ行こう。ヤッホー、時間がないからタクシー行きます。あ、向こうはタクシーは、インドネシアはインドネシアにもあるんだけど、うん、インドネシアには超安い。安い、日本に比べたら。日本やっぱ高い。あ、日本は超高い。もうテラルマハルだね。ハル、うん、全部高いね。そう、全部高い。ヤッホー、お願いします。お仕事で。そうですね。あ、そうです、はい、ご苦労様です。あのインドネシアの方に日本の良さを伝えたいなと思って。ええ、あ、そうですか。すみません、インドネシアの方がいいです。I think so。 すみません、そんなこと言っちゃいけない。みんな優しい人だよね。優しい、優しい。あ、インドネシアの方乗ったりしますか？インドネシア、一度ね、インドネシアのね、素晴らしい青年を乗せたことあるんですよ。あの、ケージ型の島、なんて言いましたっけ？あ、スノベシ？そうそうそう、はいはいはい。そこの青年でね、うん、はいはい、日本語が堪能で、こんな素晴らしい人いるんだと思って、名刺もらってたんだけど、その後、疎遠になっちゃって。あら、インドネシアの方でもとってもね、素敵な方多いですよね。そうですよね。ね、だからこういう話しちゃあれですけど、イスラム教っていうどちらかというと日本人怖いっていうイメージあるじゃないですか。違うんですよね。違う。なんでイスラム教怖いっていうイメージあるんだろう。メディア。メディアか。うん、過激派の人たちばっかりしてるってことか。そのイメージあるかもしれない。はい、じゃあ、ご乗車お願いします。ありがとうございました。よっしゃ。さあさあさあ、到着ですね。見えてきましたね。うおー、うわー、雷門。どうぞ、いらっしゃい。雷門だ。ドドンって感じだね。俺らの方がテンション上がってる多分。ねえ、うぇー、雷門、イエーイ、イエーイ。これはすごいね。初めてですわ、僕。私はもう何回も来てる？俺が初めてで、ソフィーがさ何回も来てるって、なんで？え、すごいね。あ、人形焼きね。おぉ、これは草履。わあ、すごい可愛いね。あ、ないかな俺の。あった。ようちゃん。サフィーは。そう。そうちゃんしかない。そうちゃん。うまそう。じゃあ、あ、何ですか？揚げおかきです。揚げおかき、よろしかったら。いただいていいですか。どうぞ。どう、おいしい。えな、うん、うわ、おいしい。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございます。ありがとうございます。ソフィーは、うん、浅草何回目ぐらい。いや、わかんない。もう数え切れない。数え切れない。何回も来た。うん、なんで俺より来てんだろうね。コマ浮いてるみたいに、コマ浮いてるみたいじゃない、マジで、うんうんうん、俺の方がテンション上がっちゃってる、ソフィーより。どうしよう。えっ、あれもしかして風神雷神ってやつね。そうかも。え、初めて見るんだけど俺。テンション上がってきた。うわ、立派だね。それもそれ、それもそれ、名前陽介。初めてなんだけど、初めてなんだけど、なんで俺が。ソフィーよりテンションが上がる俺って何なの。え、何を願うんだっけ。これかけたところが良くなる、健康的に。頭がとか喉が。じゃあ俺喉と頭、インドネシア語を覚えられるように。じゃあソフィーは。え、私何にしようかな、分かんない。じゃあ全体になんとなくかけて。じゃあ全体にかけて。じゃあ俺失礼します。全体的に。全体的に。
すごいね、良くなった気がする。でも声は出づらいよ今。煙が。わーお。幸せを願ってきた。ねえちょっと見て、逆光で超綺麗、うん、じゃあさおみくじ行こうか、ソフィー、はい、あんま引かないでしょ。引かない。じゃあ94番。なに、半吉？半吉って俺半吉だわの。じゃあ見ててください、僕は大吉を出すんで。43番。そないいい数字ではありません。ただ見ててください、吉さん、吉です。今日出せ。願望叶う、病気長引くけど治る、うせもの出にくい、待ち人遅く寝て現れる、引っ越しいい、旅行いい、結婚付き合いいい結果。はい、じゃあソフィーなんて書いてある、なんて書いてある。願望思い通りにはならないでしょう。病気長引く者の命に支障はないでしょう。ないでしょう、うんうん、健康は意地とくに心しましょう、うん、なんだろうっけこれ、どれ、うせものだね、なくしも、うん、出てくるでしょう、うん、出てくんだ。待ち人会われるでしょう、うん、はい、新築よろしくないでしょう。全然良くねえじゃん。旅行まあまあいいでしょう。あなたは、私も良くないよ。じゃあ、としきのやつ俺が代わりに大吉をね見てみようよ。はいはいはい、願い事叶うでしょう、病気治るでしょう、うせもの出てくるでしょう、待ち人現れるでしょう、新築問題ないでしょう、いいでしょう、すべていいでしょう。待って、俺良くない？欠けた月もやがて満月になるように、うん、幸運全盛の時期が近づいてるって。だからもうちょっとでいい感じになる。だけで望みが叶い始めて、名前もよく知れ渡って幸せになります。ただ傲慢は禁物です。調子に乗るなと。おお、頑張りましょう。じゃあ取っとこう記念に。 OK ソフィー、テルス、あと全然インドネシア語喋ってないじゃん。Terus kita mau naik jinrikisha. Itu semacam beca, tapi nggak pakai sepeda, pakainya orang. Jadi dengan kekuatan orang ngegerakin becanya. そういうこと。多分人力車の説明をしてくれたね。そう。人が押してるよとかそういう話をしてくれたね。俺さ、乗るの初めてなんだよね。私も。お、プルタマカーリ？プルタマカーリ。あ。ヤッホー。ちょっと俺がどうしても食べたいんで、すいません、はい、いちご大福のカスタードを2つ、はい、2つ、はい、やったー、はい、はい、ありがとうございます、いただきます、いただきます、やった、いただきます、いただきます、うん、うん、まだカスタードにたどり着かなくてさ、餅だわ、マスクにすごい白いのついちゃった、見て。いちご一気にいったの、ね、全部食べちゃった、一気に食べた、ヤッホー。じゃあ乗る、うん、YouTubeOK な方ぜひ、あ、出るのが OK ってことですね、はい、別に僕 OK、 大丈夫ですか、はい、大丈夫です、こんにちは、こんにちは、あ、じゃあお願いしてもいいですか、人力車、はい、こちらこそよろしくお願いします、イエーイ、お願いします、お名前は、ここ岡田といいます、岡田さん、はい、簡単に紹介するといろいろコースがあるんですけど、まあ、大体お試しコースが15分ぐらいからあります。で、浅草周辺の皆様この真ん中の浅草寺仲見世雷門館だけで終わってしまうんですけれども、本当は周りがメインなので、そのあたりをしっかり紹介させていただいて、初めに終点を置いていただければそこまでお送りしますという形です。お、初だね、初、俺も初なんだよな、人力車ちょっと楽しみだな、よろしくお願いします、お願いします、おおお、あ、すげえよ、プルタマカーリンない、うん、人力車、サイズが、イエーイ、うわ、すげえすげえすげえ、え、これネズミ小僧ですか、かの有名な、面白い、おお、すげえ、スカイツリー、なんかいい夕暮れの感じになってきましたね、
Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tolong subscribe ya.